はい、じゃあ先に3点ですね。こちらお返しでございます。はい、確かめください。はい、で、エネキタッチしていただくと、もう、はい、あのカードも T ポイントカードも入れずに、はい、もうお財布から出さずに、あの、はい、給油設定していただいて、はい、決済はそちらのクレジットカードからと、はい、あとポイントも貯まるようになっておりますので、はいはい、で一応今発行に使わせていただいたレシート一緒にこちらにお返しいたします。はいはい、僕あの車は2台持ってるんですけど、カードが特に車は関係ないですか？そうですね、カードが1枚につき1本というだけで制約は、はい、あのカードが違えばまた別々の車でもいいですし、はい、1つのこちらのエネティに対してあの2つ2台使ってもいただけるんですが、ただ1日4回までしかタッチしていただけないので、あのミスしてしまわれたりしても、あのタッチの時点からカウントが入るので、はい、あの2台3台、まあこのエネキで何回か給油していただけますが、4回まででタッチが止まってしまって6かかってしまいますので、はい、それが大丈夫であれば、例えばガソリンと、はい、あと灯油を入れる場合もあるんですよ、はい、1回タッチ1回タッチっていう計2回になる、これで計2回になるんですね。はい、そうですね、はいはい、洗車でも使っていただけますが、それでも1回タッチになる、はい、でミスしてしまってやり直しても、はい、あのお支払いがあの発生しなくてもタッチで1回カウントなので、はいはい、間違えてもらってそうなんです。ただ、もし間違えてしまって、はい、給油まだ終わられてなかったり、使いたいっていう場合は1日1回まででしたら、店内でそのロック解除できますの で、はい、で解除していただくとまた4回戻りますので、はい、それで使っていただくような形ですね。ちなみにこのエネキーさえあれば、はいはい、誰でも入れられちゃうってことですよね。ただ、一応ロックかかって1日4回ロックかかってしまうので、万が一落とされたり、はい、盗まれたした場合も、はい、あのすぐ気がついた時点でこちらのお電話の先にお電話をかけていただくんですね、はい、で一応今日登録が完了した時点から無料で保証がついてきますので、そういった時のためにこちらにお問い合わせ先の方にお電話をかけていただいて、はい、あのそのちょっと落とした、なくした、取られたって言っていただいて、はい、その場ですぐあの一時休止か、はい、あの解約かをエネキの方をしていただくと、はい、あの そこの時点でエネキ自体は使えなくなって、はい、あの大丈夫になりますので、はい、まずお電話をかけていただくってことですね。はい、重要ですね。はい、なのでこちらで、はい、大事なご利用ガイドというのはお車などにしまわれておかれるとか、はい、すぐ出せるところに置いておかれた方が安全かと思いますね、はい、でやはり小さいものですので、落としたり壊したりなくしたりっていうことがあるので、はいはい、あの登録されたクレジットカードにあの1枚につき1個になるので、はい、もしあの落としたりなくしたりして新しくそのエネキ発行っていう場合は、はいはい、1回そのこちらのお電話先に電話かけていただいて解約をしていただかないと、はいはい、今使ってらっしゃるクレジットカードのもう1本発行っていうのができなくなるので、うんうん、なくされたらまずお電話してみてください。はい、例えばクレジットカードが、はい、あの更新でカードが変わった場合とかそういうのも特に問題なく、ですね、基本的に、うん、あの大体のクレジットカードは自動更新 で、で何も変化がなければこちらも自動更新で、はい、そのまま使っていただけるんですけれども、はい、番号が変わったと か、 なんか何か内容が変わったりして、はい、こちらが使えない場合は 再登録みたいな形で、はい、あの新しく発行されたクレジットカードとこちらを持ってきていただければ、はいはい、読み込むだけでまたそちらのカードに紐付けができますので。そうですか、はい、分かりました、はい、じゃあ最後にエネキーをかざす場所だけ教えてもらっていいですか？ね、はい、一応1日4回タッチまでと、はい、あと1回のご利用限度額は1万5000円未満となっているので、はい、まあ、1回で給油1万5000円もいかないと思いますね。2台まとめてこう1回のあれで給油しましょうってなるとちょっと難しいかもしれないですけれども、はいはい、まあ問題ないと思いますので、はい、なくさないようにお持ち帰りいただいて。エネキーですね、はい、じゃあそちらでご案内させていただきますね、はい、今日も給油したので、はい、そうですね、次回来られたら、はい、ここ画面が明るくなると、はい、青い点滅が4点かざしていて、それでかざしていただくと、かざすと、あ、こんな感じでも使えちゃうわけですね。ただ、全部このセルフのエオスさんとかリセットさんのセルフで使っていただけるんですけれども、はい、ただ、うち
では1円お値引きで、店頭の販売よりお安く1円引きの金額が表示はされるんですね。はい、ただ他のお店はその店舗ごとの設定された金額より1円引かれるってことですね。1円引かれるかどうかも店舗によって違うんです。ああ、これがこれを使ってる、これをこう有効にしてる店舗としてない店舗があるんですね。ああ、なるほど。なので、はい、まあ1円引きのところもあれば、はい、お値引きをしてないところもあるし、はい、2円、3円でなんかどこか探せばあるかもしれないんですけど、はい、お店ごとに、会社ごとに設定が違っているので、はい、どこでも1円引きってわけではないっていうことです。そうですか、わかりました、よくわかりました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、どこもいいガソリンスタンドでした。次回使ってみたいと思います。